そして3つ目、ノイズ対策です。このあたりはですね、今回のこの配信でどこまで掘り下げようか正直悩んだところなんですけれども、ただやはりライブ配信を扱うディレクターが結構悩ましいのが、現場で発生するノイズ。ノイズというのは、つまり演者の肉声以外の音声、つまり騒音ですね。ノイズをどのように扱うかというのは結構ポイントだなと思ったので、いくつか要点を絞ってお話をしていきたいと思いますが、まずノイズというのはいくつか種類があります。まずその種類を把握するところからいきましょう。一つ目が環境ノイズ。これは例えばライブ配信を行う空間で生じる物が発するノイズだと思ってください。例えばエアコンの音、あとは空気清浄機の音、あとはパソコンのファンの音、まあ、そういったものはすべて環境ノイズですね。で、対策としてはそれぞれすべてを止める、つまり音が出ない状態を作るというのがベストですが、なかなかそれが難しい場合は別の対策を取る必要があるというところになります。で、あとは電波ノイズです。電波というのは目に見えないので、これはなかなか防ぐのが非常に難しいところなんですけども、ただ例えば会議室とかの場合だと、当日、本番当日にいきなり電波ノイズが発生して、わあ困ったってことが起こらないように、例えば周りの会議室で、ワイヤレスマイクとか電波が発する電波が発生して混入する、ライブ配信のコンテンツ配信にノイズとして混入する可能性がありそうなものを事前にチェックしておくというのをポイントでしょうかね。まあ、なかなか最近はスマートフォンにしてもパソコンにしても電波を発してますから、すべての電波要因をカットするというのは難しいところですけども、まあ、事前のリハーサルとか、あと事前のロケ班の段階でチェックしておくというのがポイントでしょうか。そしてあと3つ目が電子ノイズ。これは電子機器が発するノイズです。あとは例えば AC アダプターとか、大型の機械とか、まあ、そういった機器が発するノイズでしょうかね。冷蔵庫とか、あと電子レンジとかもまあこれに含まれますが、どちらかというとノイズの音としては、電波ノイズとかは結構ビビビビビビとかガガガガガガみたいな、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、そういったかなり目立つ音なんですが、電子ノイズはブーンっていう、こうかなり低い重低音みたいな音だったり、ジーっていう音だったり、まあ、意外とですね、ライブ配信の当日、本番前のあたふたしたリハーサル中だと聞き逃してしまう、気づかない、本番が始まってあれなんかノイズ乗ってるみたいなことに陥る可能性もあるので注意が必要というところになります。あとまだまだあります。ノイズというところですが、タッチノイズ、ポップノイズ、リップノイズ、このあたりは実際ですね、演者人物、つまりライブ配信に登場する人物が発するノイズだと思ってもらってもいいと思います。例えばタッチノイズというのはマイクを触ることで乗ってしまうノイズですね。もうこれは演者さんに気をつけてもらう以外ない。で、演者さん自体もわざわざ自らノイズを出そうと思って出演している方はいないでしょうから、注意点としては、オンマイクがいいからといってあまりこうほっぺたに近づきすぎて口元に近づきすぎることのないような位置にマイクを設置する。あとは演者さんがこうトークするときに、例えば癖でこうどうしてもほっぺたを触るとか、まあ、私もよくやっちゃうんですけど、こういうポーズをしたときにその位置にマイクがあると気づかずにタッチノイズを発生させてしまうことがあるので、まあ、そのあたりはリハーサル段階で注意しようというところですね。あとラビリアマイクの場合は洋服の擦れる音というのがタッチノイズとしてかなり混入しやすくなるので、そのあたりも注意が必要というところです。そして2つ目がポップノイズ。これはいわゆる破裂音ですね。パッピッピッパッパッとかっていう演者自体が発するポップノイズ、まあ、このあたりも発声を気をつけましょうっていう話なんですが、なかなか防げない場合は、まあライブ配信の場合だとそれも一つの味としてしまうこともあるでしょうか。あとはポップノイズをカットするエフェクターをかますというところぐらいでしょうかね、対策としては。
そして最後にリップノイズ。リップノイズというのは唇と唇が触れる音、あとは舌の動きによって生じるノイズですね。これ結構演者によってですね、唇の潤い状況とか唇の乾燥状況によってリップノイズが発生するしないみたいなところがあるので、例えばリハーサル段階でリップノイズが気になる場合はマイクのアングルを調整するとか、あとはなかなかでも演者さんにリップノイズ発生しないように気をつけてくださいってお願いするのも難しいところなので、これも例えばいわゆるノイズ除去ソフトなどで対策を取るっていう場合が多いでしょうかね。はい、というところがノイズのお話でございました。